皆さんこんにちは、東京都水道歴史館の金子と申します。本日は東京都水道歴史館の裏手にございます本郷給水所公園というところに来ております。この私の後ろにあるものですが、こちら神田上水の石碑というものになります。こちらは江戸時代に使われていた石でできた水道管でございまして、当時は石土井とかあるいは石垣土井というふうな呼び方をされておりました。こちらにありますのは神田上水の石土井になりますけども、神田上水はご存知の通り井の頭公園を水源とする上水でございまして、神田とか日本橋方面に給水をしていたものになります。こちらにあります石碑は現在の昭和60年に神田川の水害の防止工事というのがございまして、その際水道橋駅からお茶の水駅に行く坂の途中のあたりですね、そのあたりで発掘されたものをこちらに移築したものになります。ここのところちょうどぐるっとカーブしているのがわかるかと思います。このカーブのところを曲がり切ったところに本来は神田川がありまして、そこに水管橋がかかっておりました。木でできた水管橋でお茶の水の掛け碑と呼ばれていたものになります。これは広重の浮世絵なんかにも描かれておりまして、当時は名所として非常に親しまれたと言われております。この石碑はそこに導かれる直前のところに埋設されていたということになります。構造を見てみますと、下は土を固めたものになっておりまして、両側を石垣のような、検知石と呼ばれる石で、形作っております。上には、少し見えてますけれども石の蓋がかかっておりまして、本来はこれ全体が地中深くにうつもれているというものになります。使われている当時はここの8分目ぐらいまで水が流れて、とうとうと水を、現在の日本橋方面に送っていたということになっております。こちらの石碑なんですが、水道橋駅からお茶の水の方面に向かって上がってくる坂の途中に、もともとうずもれておりました。現在行ってみると分かるんですが、結構急な坂になっております。江戸時代の水道っていうのは基本的には自然の傾斜を使って重力で水を流す仕組みになっていたんですが、なんで坂の上の方に向かって水が流れたのかというご質問をよく受けます。ですが実際にはこの石碑自体は坂と反対向きにやや下がるような形で埋もれていたんですね。ですので、傾斜を利用して、水を送るということが可能だったということになります。現在掛け碑があった場所っていうのは、神田上水掛け碑跡という石碑が当たっておりますので、そちらに行くと、この石碑の末端にあった掛け碑の場所というのが実際に行ってご覧になることができます。